久保です。ミスターマイアミさん、そして高級石焼き芋さん、この動画をご覧の皆様、やっぱ動画の最後にこういうのですよ、ああいうのですよ、こういうのですよってやったらちょっと気になりますよね。特にミスターマイアミさんのアイテムっていうのは日本ではめったに見れないんで、なんかネットワークビジネスの新しい商品かなとか思っちゃうんですけども、普通に売ってるんですかね。私がね、ミスターマイアミさんに聞いてみたいのは、なんかスーパーサイズミーっていう、マイケル・ムーアさんの映画がありました。マクドナルドを1ヶ月食べ続けたらどうなるみたいなやつがあったんですけども、あそこで出てくるスーパーサイズのマクドナルドの商品って本当にあるんですか？私はマクドナルドね、20年以上行ったことがないんでわからないんですよ。当時マクドナルドって100円のハンバーガー、100円のチーズバーガーみたいな100円シリーズがいっぱい出てたと思うんで、その頃は行ったんですけどね、それからサラリーマン辞めてから全く行ってないですね、うん。で、スーパーサイズミーの、そのスーパーサイズのね、本当にマクドナルドがあるんだったらちょっと見てみたいですね。多分日本のこの動画を見てる方もスーパーサイズはね、なかなかお目にかかったことがないんじゃないかなと思うんですよ、うん。まあぜひよろしかったらお願いしますという感じでね、動画のやり取りしたら結構ネタ増えてきますよね。まただからネタが増えすぎてもうね、時間が足りないと、ネタだらけやん世の中みたいになってくるでしょ。面白いですよね。さあ、それで私はね、中国拳法カンフーが好きなんですよ。でこういう牧人っていうのを買ってます。こうトレーニングするスタンドバッグみたいなもんなんですけども、これ珍しいですよね。こういう風になってきて、こういうね、変なのを持ってる人ってのはなかなかいないですよね。どうですかね、トランザムの83年式をナイトライダー仕様に改造して、で牧人やってるみたいな。でこっちは割と平凡です、それに比べたら。ホームジムがあるっていうのは、いやね、こういう風にね、人の人生ってみんなね、切り取る場所を変えるとものすごくオリジナリティやるんですよ。でミスターマイアミさんもそうだし、高級石焼き芋さんもそうだし、他の方もね、山根さんもそうだしね、ひろこさんもそうですけども、みんなね、切り取るところを変えたらすごい面白いんですよ。だから平凡なとこだけみんな見せ合ってるんですよね。特に日本人は平凡な自分だけをシェアしてるんですよ、社会で。違うと、もっと個人的に掘り込んでね、もう言ってみれば偏った自分を見せていった方が面白いんですよ。私は偏見っていうのを別にね、悪いと思わないんですよ。ちょっと話が飛びますけども、偏見っていうのは人を色眼鏡で見るってことなんですけども、それは私ね、悪いと思わないんですよ。違うんですよ。その偏見がいじめに向かったり攻撃に向かったり戦争になるのが良くないんですよ。でも偏見の目を持ってね、いやあなたすごい変わってるよねと、普通じゃないよねって言われて、どうですかね、嫌な気持ちになる方もいると思いますけども、いやだろうと、特別なんだよみたいなね。本当にね、人っていうのは100人いたら100通りの生き方してるんですよ。100人いたら100通りの特別があるんですよ。それを私は尊重する。これをね、私はね、偏見と思ってます。だからな、必ずしもね、偏見って人を下に見たりとかバカにする言葉ではないと思うんですよね。この解釈も多分速稼塾オリジナルだと思うんですよ。偏見に満ちた目で私は人を見てるんですよ。いやー、あなた普通じゃないと、すごい人だみたいな、あなたも普通じゃない、すごい人だみたいな感じでね、こう偏見に満ちて見てるんですよ。私何回も言いますけども、偏見っていうのは良くないっていうのが良くないです。違うんですよ。偏見がいじめや攻撃に向かうのは良くないんですよ。でも人間って本来みんな変わってるんですよ。同じ人の方が珍しいんですよ。同じ人の方が異常なんですよ。双子ですら違うんですから。ということを考えると、私たちはもっとね、お互いの違う点を尊重し合って、違う点を興味持っていったりとかね、自分と違う人生や違う趣味とか違う、なんていうパーソナリティにものすごくね、興味を持っていった方がいいんじゃないかなと思いますよね。 YouTube っていうのはそういうのをね、表現する場所にすごく使えるんですよ。ものすごく変わった自分、私もね、まだね、見せてない面がありますよ。ものすごくね言わんときましょうちょっとね、危ないですからね、これはそのうちお話ししますね。結構ね、危ない趣味持ってますからね。覚醒剤とかじゃないですよ。これ見てください、ファイアバードの T シャツ、珍しいでしょ。ポンティアック、ゼネラルモーターのポンティアックファイアバードの T シャツですね。これがだからトランザムをね、暗示してるんですけどね。いや、熱くなってきたな。よし、今回はこのぐらいですよね。もっとね、特別な自分、変わった自分を見せ合いましょう。そして尊重し合おうではないですか。では失礼します。